火の国は木の葉隠れの里。そこに里の長火影になることを夢見る少年渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をひた走る。しかし人界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織がキュービを含む9体の美獣を回収せんがため、人界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻きナルトはただまっすぐ新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、この世界にもはや意味はない。ここで外道魔族だと。まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、人界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるほかげになる。それが俺の夢だ、バカ野郎。よし、カムイ。
もらったってばよ。なんだ、影分身か。うわ限界のようだな、カカシ。まだだ、美獣の番。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ。お前は。火の国は木の葉隠れの里。そこに実刑に一族を滅ぼされし少年内葉佐助の姿があった。ひとときこそ安寧を過ごすも、復讐の道を歩むため少年は闇へと流れ、ついには兄内葉イタチを制するに至る。されど、かの言動は全てが虚実。真なる敵は木の葉にあった。か細き憎しみの種火はやがて第四次忍海大戦の大火へ。開かれた大戦の門、戦場へ向かうその最中、内葉佐助は予期せぬ姿を瞳に捉える。それは現世によみがえりし兄の姿。時を経てわだかまりから解かれた二人はついに兄弟へと戻り、そしてなすべきことを成したイタチは光へ消えた。俺はお前をずっと愛している。ただ一言、真実の言葉を弟に残して。俺は一体。見つけた。水月、それに十五か。探したよ、本当。で、今さらお前らが俺に何の用だ。わざわざ俺を探してまで。それがそのすごい巻物をオロチマルのアジトで偶然見つけちゃってさ。見て見てみ。すごいでしょ。これだ、すべてを知る人間。とりあえず会わなければならない奴ができた。誰？オロチマルだ。はぁ、何言ってんの。オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。
あのしぶとい男のことだ。あれくらいで消え去るものか。十五、そこの女を連れてきてくれ。こいつは兜がさらっていた木の葉のくの市だ。樹院にはオロチマルのチャクラが流し込まれている。それを逆に利用して奴を呼び出す。ちょっと待ってよ。オロチマルを復活させるなんて危険すぎるって。虫かよ。カイジャ封印。あんたの考えは分かっている。オロチマル、気は済んだか。もういいのか。肩慣らしだしね。この程度でいいわ。それに戦ってみて分かった。以前とは少し違うよね。さて、オロチマル、あんたにやってもらいたいことがある。そんなこといちいち説明しなくてもいいわ。あの子の中でずっと見てたから。彼らに会ってどうするつもり？俺はあまりに何も知らない。奴らに全てを聞く。そんなこと知らなくてもいいじゃない。君はまだ子供なんだから。そうじゃない。今はもう子供じゃない。子供ではいられない。そもそもの始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか、全てを知り、自分で考え答えを出し、己の意志と目でなすべきことを見据えたい。今のあなた、悪くないわね。いいわ、協力してあげる。ついてきなさい。場所はどこだ？あなたもよく知っている場所よ。さあ、行きましょう。